はいどうも、ミニマリストたけるです。本日も朝ラジオを撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマは年収300万円で資産1000万円を達成するにはということで動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてくださると嬉しいです。そしてパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速で聞くことをお勧めします。で、今回ですね、またお金に関するちょっと興味深い調査がありましたので動画を撮ろうと思いました。やはり多くの人がたとえ年収が少なくてもお給料が少なくても資産を増やしておきたいというふうには、まあ誰しもが思うことだと思うんですよ。そこで今回は株式会社アイネット証券の1000万円以上の資産作りに関する調査をもとにして、今後どういうふうに資産を作っていけばいいのかっていうのをお話ししていきたいと思います。で、実際に株式会社アイネット証券の1000万円以上の資産作りに関する調査では、年収300万円から年収500万円の人にアンケートを取っています。つまりもともと年収が多いわけでもなく、まあ、ごく一般な家庭での資産作りということですかね。その中でどうやって年収300万円から500万円の人たちが1000万円の資産を作ったのか、まあ、質問したところ、貯蓄と答えた人が 81.3% と最も多くなったそうなんですね。続いて投資が 45.8%、副業が 17.1%、 家計の見直しが 13.8% というふうになりました。つまりは年収300万円から500万円でも貯蓄することで 81.3% の人は1000万円の資金を作れたということです。じゃあその1000万円の資金を作るためにどれだけの時間がかかったのか、どれぐらいの期間を要したのかっていうのも同じ調査で明らかになっています。1年未満と答えた人が 6.0%、 1年から3年が 6.2%、 3年以上5年未満が 15.3%、 5年から7年が 17.3%、 7年から10年が 17.9%、 10年以上15年未満が 16.3%、 そして最も多いのがこの15年以上ですね、 21% というふうになっています。なので、まあ結論ですね、年収300万円から500万円の人が金融資産、資産を1000万円貯めるのに最も多いのが15年以上と、次に多いのが7年から10年、そしてそのまた次に多いのが5年から7年ということですね。で、ちなみに15年間で1000万円の資産を貯めるには年間67万円貯金しなければいけません。で、10年間で貯金を1000万円した人は年間で100万円で、5年で1000万円貯めるには年間で200万円ずつ貯金をしていかないと達成できないということになります。なのでこのあたりはですね、まあ、年収によって所得によって毎月の貯金額、年間の貯金額っていうのは変わってくると思うんですけども、もし皆さんが15年間で1000万円貯めたければ、年間で67万円をコツコツ15年間積み立てていけばしっかりと1000万円貯まるよということですね。で、もっと早く1000万円貯めたいという方はですね、例えば10年間で1000万円貯めたい方はぜひ1年間で年間で100万円貯めればいいということですね。で、中にはまあ YouTube の動画とかでもですね、まあ、年間で200万円、300万円貯金してる人いますけども、まあ、そういった方はもう5年も経たずに、まあ、5年ぐらいで1000万円貯めることができるということで、かなりのスピードですよね。で、この調査結果から僕自身皆さんにお伝えしたいのは、まあ、たとえ年収が少なかったとしてもコツコツ節約をしてしっかりと貯金をしていけば必ず資産が1000万円貯まるよということです。なので、まあ、消費だったり浪費にお金をなるべく使わずに、なるべく貯金だったり自己投資だったりとか、また動画の後半でもお話ししますけど、投資の勉強をしてちょっとずつね、積み立て投資をしたりとかするのがおすすめということです。で、さらにこの調査には続きがありまして、その資産を1000万円作った人がこれをしておいた方がいいと思うことというアンケート調査を取っております。で、これを見る限りですね、まあ、僕自身投資はしておいた方がいいということがよく分かりました。で、まず一つ目ですね、その1000万円
資産を作った人がこれをしておいた方がいいと思うこと、一つ目は投資の勉強ですね。投資商品の勉強という回答が多かったです。割合にすると 37.1% の人が投資商品の勉強をしといた方がいいというふうに回答しているんですよね。例えばこんな意見がありました。30代男性の方は投資の失敗が怖くて積極的にできなかったから、もっと早くね投資商品勉強しておけばよかったっていう意見だったり、30代女性の方は投資をした方が早くお金が貯まりそうということで答えていたり、40代男性は時間をかけずにもっと短期間で貯められた可能性もあるというふうに答えています。こんなふうにですね、僕自身も常々、今となって思うんですけども、投資の勉強をねしっかり行って知識を身につけておけば投資に対する不安だったりというか恐怖っていうのはどんどんなくなっていくので和らいでいくと思うので、貯金よりも投資をしていけばもっともっと早く金融資産1000万円貯まりやすくなるかなって思ったりとかもします。でここでのポイントはですね、やっぱり投資の恐怖不安を減らすにはまず勉強しかないということで、2つ目のポイントは投資はなるべく早めにした方が早くお金が貯まるよと、お金が増えるよということ、そして最後3つ目のポイントはなくなってもいいお金を確保する、無駄遣いはしない、稼ぐだったりとか少額の投資をするとかしてなくなってもいいお金を確保するっていうのがまず先決なんじゃないかなというふうに僕自身は思いました。続いて2つ目ですね、資産を1000万円貯めた人がこういうことを始めた方が良かったという2つ目のポイントは投資先を積極的に増やすということですね。投資先を1つに絞り込むのではなくて複数の方法を使うことが1000万円の資産を作る近道になるというふうに答えています。具体的な意見としては30代男性、チャンスは多い方がいいというふうな意見があったり、同じく30代男性で言えば分散投資でリスクを減らしたいと、そして40代女性は貯金だけでは金利が低すぎるのでお金が増えないというふうに答えていますね。で僕自身も最近ね投資の勉強したりとかしてるのでいろいろ思うことはあるんですけども、やっぱり勉強していくとですね、先ほども言ったように投資に対する不安だったり恐怖っていうのは少しずつ和らいでいきました。それでもやっぱり恐怖というかお金が減るリスクとかもあるので、いきなりお金をバンとね投資するっていうことはないんですけども、投資商品っていうのは本当にいろいろあるので、例えば株式だったり債券だったり投資信託とか不動産とかいろいろあるので、一個の投資商品、金融商品に多額のお金を投資するとか積み立てていくっていうことはしません。やっぱりいろんな投資商品に分散させることによって、たとえ1個ダメになっても他のもので補えたりとか、あとはいきなりバンと大きい金額で投資するんじゃなくて、まずは少額でやっていって、その金融価値がバンと下がって、その自分の手元のねお金が減ったりとか、自分のその持っているその金融資産の価値がいきなり半減したっていうリスク、不安とか恐怖をなくすために分散させるのと、まずは少額投資から始めていくっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに僕自身も思っています。なので、これからね投資を始めていきたい方はですね、いろんな投資方法を分散させてリスクを分けてチャンスをつかんでいくっていうのがありなんじゃないかなっていうふうに思います。続いて3つ目ですね、資産を1000万円増やした人がこれをやっておけばよかったというふうに言っていたこと、3つ目のポイントは短期と長期を見据えた資産作りですね。短期と長期を見据えた資産作りです。やっぱり資産を作る上で重要なのが期間ですよね。どれだけの時間をかけるかっていうことなんですけども、実際皆さんがいつまでにいくら貯めたいのかっていう、その目標というかゴールによってそのお金の貯め方だったりとかお金の増やし方、手段、方法って変わってくるわけですよ。で実際にこの調査でもですね、年収300万円から500万円だと1000万円の資産を作るのにかなりの時間を要しているわけですね。15年以上かかって資産を1000万円貯めたっていう人がかなり多いです。15年以上かかったと回答した人は 21% もいるので、ある程度長期的な視点で資産形成を考える必要がありそうですよね。ちなみに15年間で1000万円貯めるのに必要な毎月の積み立て金額は 3.8 万円でした。年利 5% で運用した場合ですね。15年間で
毎月毎月 3.8 万円積み立てていけば15年後1016万円にまで増えます。元本が684万円ですね。この青い部分になります。で、黄色い部分が利益になるんですけども、15年間毎月毎月 3.8 万円積み立てていけば年利 5% で運用した場合、運用益っていうのが 331.7 万円ですね。お金が増やしてくれたお金ですね。お金に稼がせたお金、利益っていうのが 331.7 万円になると。だからもし皆さんがこれから15年間で金融資産を1000万円増やしたいという場合は、毎月毎月 3.8 万円積み立てていけば15年後1000万円貯まるということですね。で、ここからさらに細かく逆算していきます。もし皆さんが毎月 3.8 万円積み立て投資したいというふうになった場合ですね、もし仮に皆さんの年収が300万円だった場合、1ヶ月あたりの金額は25万円になります。で、この1ヶ月のその25万円をどういうふうにお金を振り分けるかっていうことですよ。積み立て投資だったりとか貯金だったりとか生活費だったりとか、ぜひ皆さんも計算してほしいなと思うんですけども、僕自身おすすめなのは貯金をしながら投資に回していくっていうやり方ですね。なので、もし仮に皆さんの1ヶ月で使える金額が25万円だった場合は、先取り貯金で 2.5 万円、2万5000円、収入の 10% を先取り貯金してほしいなというふうに思います。僕自身手取り25万円だったらそんなふうにしていけます。で、積み立て投資は先ほど申し上げたように 3.8 万円、収入の 15.2% を積み立てていけば15年後に年利 5% で回していけば15年後1000万円になると。で、この先取り貯金2万5000円と積み立て投資3万8000円合わせると6万3000円になります。だから25万円から6万3000円を引くと残金が18万7000円になるので、この18万7000円で生活を回していけばいいということになるわけですね。実際に皆さんの生活費と比べてこの18万7000円というのは高いですか低いですか。もし高かった場合は節約をして18万7000円にまで減らしていけば、しっかりと15年間で1000万円貯められるようになります。もっと収入が低い場合、15万円の場合はどういうふうになるかというと、まず先ほどにも言ったように収入の 10% は貯金してほしいので1万5000円を先取り貯金しますと。で、積み立て投資は先ほどからも申し上げているように毎月3万8000円積み立てていきます。で、合計が5万2000円になります。なので残金ですね、15万円から先取り貯金と積み立て投資の合計5万2000円を差し引くと残金が9万8000円になります。この9万8000円で生活費を回していけばいいわけですね。ここでこの9万8000円というその生活費を見た時に皆さんは多いと思いますか、少ないと思いますか。もちろんこれライフスタイルだったりとか働き方だったりとかによっても変わってくると思うんですけども、これね、ミニマリスト生活であれば全然1ヶ月ね、一人暮らしであれば月10万円ぐらいで生活してる人多いので、もう全然余裕で1000万円貯まるわけですよ、15年間で。で、もしかしたら、いや結構生活費10万円ってきついよと思う方もいらっしゃるかもしれませんので、そこで最後に、じゃあ年収300万円でも、そしてもっともっと年収が低い人でも、年収250万とか200万円の人でも金融資産を1000万円貯めるためにはどういうふうにしていけばいいのかっていうのを解説していきます。現にですね、僕自身この前もツイートしたんですけども、2018年の年収が150万円切ってたわけですよ。もう病気の潰瘍性大腸炎が原因で体調不良で、もう働きたくても働けずに、もうちょこっとしか働けなかったんですよね。で、もう確定申告をして、もう見てびっくりですよ。年収が150万円切ったという年もあったけども、もう今となってはね、年収ももう10倍ぐらい増えて、もう1500万円ぐらいになるわけですよ。じゃあ実際に僕自身どういうふうにしてきたのか、そして皆さんがたとえ年収が低くても年収300万円でも1000万円貯めるにはどうしたらいいのかっていうのをいくつかポイント絞って解説していきたいと思います。まず一つ目のポイント、コツはですね、節約ですね。家計を見直して貯金率を高めていくっていうのが大事になってきます。やはり先ほどもデータで紹介したように、年収300万円から500万円の人が資産1000万円貯めるのに15年かかる人が 21% いたわけですよ。だからもっと早く
資産を増やしていくためには家計を見直して貯金率を高めていく必要があるのかなと思います。でこの貯金率っていうのは収入に対する貯金金額の割合ですね。例えば分かりやすく月収100万円の人がいたとすると、貯金毎月50万円したら貯金率は 50% になりますよね。月給20万円の人が10万円貯金したら、これも貯金率 50% です。で多くの人は、まあ、僕自身も結構メインチャンネルで言ってたのは、まあ、収入の 10% は貯金しましょうというふうに言ってたんですけども、できればもっともっと貯金してほしいわけですよ。もっともっと投資にお金を回した方がいいと思います。なのでどれだけ節約をして固定費を削減して生活水準を上げないかっていうのが皆さんの貯金スピードに関わってくるし、できる貯金額にも関わってくるかなと、大きく影響してくるかなと思います。続いて2つ目は稼ぐ力を身につけていくっていうことですね。副業を始めて収入源を増やしたりとかしていけば貯金率も上昇していきます。だから僕自身も以前マッサージのお仕事をしながら、まあ、YouTube という副業を始めて、どんどんその YouTube の収入っていうのが増えていったんですよね。でも全然本業だけの稼ぎだけでも収入だけでも生活ができていたので、 YouTube の方の収入は全部貯金に回していました。本業の収入で生活を回して自己投資もして、で一部貯金にも回したりとかしてたんですよね。だからやはりもうメインチャンネルではもう何回も何回もしつこく言ってきてますけども、本業だけだと本当にお金が貯まりにくいので、よっぽど高所得高収入の人じゃないとやっぱりお金って貯まっていかないので、収入が低くて貯金がたまらないと嘆いている人はですね、もうとにかく副業を始めた方がいいと思います。でなるべく生活水準を下げて節約をして、貯金率をいかに高めていけるかっていうのを常に考えて行動していくのが大事ですね。そして3つ目のポイントはですね、本業の転職ですね。本業の転職、ここでのポイントはもちろんその収入を上げていくっていうのも大事なんですけども、人によっては残業をしないとか、時間をいかに生み出せるかとか、副業をしてもいいという会社に転職するかとかいうところで考えて転職するっていうのはありかなと思います。あとはスキルを身につくとか、将来の自分のやりたい仕事につながっていくだったりとか、そういったところで転職するのはありですね。なので皆さんがこれから転職するのであれば、時間を生み出すことができる、拘束時間が短いだったり、収入が高い、そしてスキルが身につく、まあ、自己成長の部分ですね。時間とお金と自己成長、この3つで転職活動をするとうまくいきやすいかなと思います。そして4つ目ですね、4つ目のポイントは副業にフルコミットするということですね。副業にフルコミットするということで、実際に僕自身も昔 YouTube で本業の収入の2倍稼げた時に本業を切り捨てたんですよ。でそこで副業でもあった YouTube にフルコミットして、徐々に収入っていうのを増やしていきました。もちろん本業を辞めずに本業と副業を二足のわらじで頑張って両方の収入を上げていくっていう人も実際にいらっしゃるので、別に本業やめなさいっていうのが 100% 正解っていうわけではないんですけども、あくまで個人的な体験としては、本業があまり好きな仕事ではなかった、ずっと続けたい仕事ではなかったので、本業の2倍稼げたら本業やめて副業だけにコミットしようっていうふうに僕自身ずっと考えてたんですね。で本業は実際好きな仕事だったし、生産的に効率的に稼げるお仕事になっていたので、まあ、こんな風に発信活動をして短時間で高単価のお仕事ができたりとか、影響力をつけることによって集客力だったり拡散力を身につけることによって仕事の幅も広がって、短時間で資産性のあるコンテンツを作ったりとかもできたので、もうどんどん収入がもう右肩上がりで上がっていったんですよ。もちろん安定ではないので、不安定なので、やっぱり地道な努力とそれなりの努力っていうのをしてきたんですけども、やっぱり皆さんにお勧めしたいのは、本業の傍ら自分が将来したいお仕事、好きなお仕事っていうのをちょっとずつ育てていって、ある程度形になったら、生活費の2倍だったりとか本業の2倍の収入が稼げるようになったら本業を辞めてもいいんじゃないかなと思います。で余った時間だったりとか余ったお金で本業に投資をしていって、事業投資をしていって、どんどん収入を増やしていけば、またさらに貯金率っていうのは増えていきますよね。そして最後5つ目
のポイントコツはですね、投資の勉強をしていくっていうことですね。今僕自身この段階なんですけども、本をたくさん読んだりとか SNS で投資してる人の情報をキャッチしたりとかっていうのが大事になってくるかなと思います。で、僕自身はもう本当に節約をしてお金も貯めて、そのお金で投資の勉強したりとか、あとはミニマリスト生活を送ったりとかしてるので、時間が結構余ってるわけですよ。その余った時間でいろんな勉強したり情報収集したりしてます。で、僕自身思ったのは、だいたい3冊から5冊投資に関する本を読んでいけばかなり詳しくなります。だから、まあ、投資だけではなくて節約方法だったりとか片付けとかでも何でもそうなんですけども、まずそこにフルコミットしたいと、そこで結果を出したいというのであれば、まず本をね、同じ同ジャンルの本を3冊から5冊読むことをおすすめします。それだけでも、例えば投資で言えば投資に対する不安だったりとか恐怖っていうのも和らいでいくし、その和らいでいくための方法手段っていうのが身についていくかなと思います。やっぱりどうしても勉強していく中でかなりリスキーな方法手段もあったりとかするんですけども、やっぱり数多くの本情報収集することによって統計が取れていくんですよ。あ、この方法はちょっとリスクがあるな、自分の合わないなっていう方法だったりとか、あ、これだったら自分に合ってるなとか、あ、こういう方法でも成功してる人がいるんだ、金融資産を増やしてる人がいるんだっていう数多くの情報に触れることによって、ある程度統計が取れていくので、その統計をもとに、じゃあ自分自身のライフスタイルだったりとか価値観だったり趣味思考に応じて適した方法で金融資産を増やしていけばいい、節約していけばいいと、片付けしていけばいいということになっていくと思いますので、ぜひ皆さんに合った方法でやってほしいなと思います。で、僕自身何冊か本を読んで、そしていろんな投資の勉強したりとか、お金の勉強したりとかして、皆さんにお勧めしたいのは、まず投資に対する不安だったり恐怖がある人は、3000円投資生活っていう本がありますので、ぜひその本を読んでみてください。で、少額で投資していく、少額で積み立てていくっていうのがおすすめです。で、さらにもっともっと投資の勉強をしていきたいという方はですね、インデックス投資だったりとか積み立てNISA、イデコの勉強をすることをおすすめします。で、さらにその延長線上で節税だったりとか、個人事業を始めて確定申告をして節税したりとか、まあ、そういう税金の勉強をしたりとかするのもおすすめだったりとかします。ということで、ちょっとまとまりのない動画になってしまったかもしれませんが、今回の動画は以上になります。で、今回の動画で一番何がお伝えしたかったのかというと、1000万円の資産を作るってなると、結構多くの人にとってはハードルが高いというか、なんか遠い未来というか、自分にできるかなっていうふうに思っている方多いかもしれないんですけども、今回紹介したその調査でもあるように、年収300万円とか500万円でもしっかりとコツコツ節約をして貯金していけば、ちゃんと資産1000万円貯まるよということです。つまり貯金1000万円っていうのは、皆さんにとっても誰にとっても手が届かない額ではないので、しっかりと計画を立てて節約をして、なるべく生活水準を上げずにお金の勉強をしていく、マネーリテラシーを身につけていく、さらには自己投資をしてお金を稼げるようになったりとか、転職をしたり起業したり副業を始めたり投資の勉強をしたりとかして、徐々に貯金率を増やしていく、投資に回せるお金を増やしていく、お金を循環させていくっていうのが大事になってくるかなと思います。ぜひ1000万円を目標に、皆さんのライフスタイルに合った資産作り計画プランを考えてみてください。ということで、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。